国鉄185系電車は日本国有鉄道が設計、製造した直流特急系電車である。153系の置き換えのために導入され特急系車両でありながら通勤通学輸送にも対応させる国鉄として新しい試みで設計された。九百七十年代の国鉄東海道本線は五十三系が普通列車や急行列車、 伊豆に運用されていたが、1980年時点で、東海道線に運用されていた153系197両の、うち160両が製造後19年以上、経過しており、伊東線や伊豆急行線といった相模湾沿いの路線を、走行することもあって、塩害などによる、経年劣化が深刻な状況であった。湘南電車に使用されていた153系これに、 対し、国鉄東京南鉄道管理局は 153K に代わる車両を立案したが、車両の運用効率を向上して、地管車両数を抑制するため、1 5 3系と同様に、東海道線の通勤に用としても、共用可能とする必要があった。この時点では特急への格上げは考慮せず、急行、伊豆の痴漢を明大に構想した、車両使用は、 普通列車に使用できるように、両開き扉を2箇所に配置し、デッキがない転換クロスシート車であった。該当する特徴を備えた車両として、1979年に、京阪新築に投入された1 1 7系が、存在していたが、後に構想が見直され、通勤需要を考慮しながらも7 1 1系や、キハ48型と同様にデッキによる、 居住性の向上が不可欠と判断され、117、K を元にしながら、デッキの設置とともに、客用扉を車両を両端に寄せ、扉自体も1000ミリメートル幅の片引き扉に変更された。車両構想がまとめられた後に急行、伊豆を特急列車に格上げしたい意向が、営業部門から提示され、新型車両は、 急行を特急に格上げするための車両として製造し、車両のカラーリングは斬新なものを導入するが、ストライプ塗装に至るまでにはいくつもの試案があった。こうして、1 8 5系は国鉄では、初めての試みとなる、特急用と通勤用に共用可能な新型車両として製造された。1982年には、 高崎線などで使用されていた165系を置き換えるため、体幹大切装備や横系対策を施した車両が増備され、同年までに合計227両が製造された。国鉄が最後に製造した特急系電車で全車両が東日本旅客鉄道へ承継された。1995年から2002年にかけて全車両のリニューアルが行われ、 特急、ライナー列車を中心に運用されていた。製造後30年以上が経過した2014年以降、編成単位で廃車が発生しており、2021年3月12日をもって定期運用が消滅した。本説では、例番台登場当時の使用を基本として、体幹対折仕様など、増備途上での使用変更は個別に記述する。更新による変更は、 遠隔で講述する。185系は0番台に0両5両編成が存在し、対艦対接仕様の200番台は7両編成で蘇生されており、系列中に5形式が存在する。編成は編成表に衝述した。区百185型も、百184型も、百185系、サロ185系、区百185型は、 車体長 19850mm、全長は 2280mm。それ以外の形式は、車体長 19500mm、全長2万 mm で、いずれも、車体幅 2900mm、最大幅 2946mm の、普通構成車体である。車体断面は先行した117系電車と、同様で、 それまでの特急系車両とは異なっている。塗装は、従来の国鉄特急系車両は、クリーム4号を基本に赤2号の横帯を入れていたが、185系では、車体のベース色をクリーム10号とした上で、伊豆の木々の緑をイメージした緑14号の帯を、右下がり60度の角度で3本配した。帯の幅は向かって左側から1600ミ、mm、リメートル。 8 0 0トル4 0 0トルとそれぞれ幅を変え変化を持たせた。軽快なイメージは当時の国鉄として極めて珍しい塗り分けであると評する文献もある。塗装デザインを考慮し、霊番台車両は側面の車両番号表示を従来位置から移動して緑色体と干渉を避けた。200番台は初期に投入され、 大宮駅暫定開業だった東北上越新幹線と接続する上の大宮間新幹線リレー号としての運用が主目的であることからジーロはクリーム10号で同一だが側面相下に 300mm 幅で緑14号の横帯を配し東北上越新幹線用200系に合わせたデザインとしている先頭部の形状は既存の特急系車両のような ボンネット型や月光型ではなく、117K を基本として柔らかな雰囲気を与えるために丸みを持たせ、前面窓の下に緑14号の帯を入れて、前面窓を大きく感じさせることを起とした。側面の乗務員室倉庫にステンレスの切り抜き文字でジュニアマークを配したが、200番台は緑14号の転写式シートで、客室側面窓上部に変更された。 連結機上に軽的として、タイフォンが設けられているが、0番台はメッシュで200番台は、大切カバーが設けられており、外観で識別できる。なおこの違いは、走行線区の気象条件の違いによるもので、0番台は、東海道線、伊東線などの温暖地を走行し、タイフォンへの着雪の心配がないためメッシュ上だが、200番台は、高崎線。 上越線などの寒冷地を走行するため、陶器に降雪があるため、台ンへの着雪を防ぐために、大雪カバーが設けられている。車体は省力化対策の一環として外反に、耐性鋼板を使用し、外反下部 400mm と、戸袋部分、洗面所周り、便所部分などの腐食しやすい部位はステンレスを多用して、腐食対策としたほか、雨どいは、 繊維強化プラスチック製とした。屋根はビニール張りではなく、ウレタン系樹脂塗料を使用した塗り屋根で、乗降用ドア窓のガラスや、運転席のガラスは、H ゴムは使用せずに、アルミニウム合金やステンレスのお細菌取り付け、方式で固定して、コーキングを施した。レバンダイは、側板の構えからだ厚さが、普通車で9 0ト、mm、ル グリーン車で6 0ト、mm、ルとなっているが、200番台は、普通車で9 5ト、mm、ルグリーン車で6 5ト、mm、ルと厚くして、断熱効果の向上を図っている。側面客用扉は、グリーン車のサロ185型を除き片側2カ所とし、各車両の両端部に、出入り台を配置した。扉の開口幅は、従来の特急系車両は7 0 0、mm、トルが、 標準のところを 1000mm として円滑な乗降を図った。側面窓は普通列車運用を考慮して開閉式とし特急のイメージを維持するため 117K のような二段窓ではなく最大開口部寸法を 400mm 確保したアルミニウム合金製のユニット式一段上昇窓を採用し開閉を容易にするためバランサーを内蔵させた。 グリーン車の外窓枠は普通車の銀色に対してレモンゴールドに着色した普通車は 726.5mm 幅を2個一組としたユニット窓でグリーン車は 975mm 幅の単独窓であるリニューアル前の普通車1999年6月普通車の配色は軽快な雰囲気とするために明るい暖色系を基本に 天井は、チェック模様、側内張りは、布目模様、室内つま板は、コルクモザイク模様とし、カーテンは、緑の横縞模様とした。グリーン車は落ち着いた雰囲気とするため、側内張り、室内つま板ともに、ベージュと茶色の皮絞り模様、窓枠と内帯は、レモンゴールドとし、カーテンはベージュを基調とした金色の波模様とした。側面窓を、 開閉式にしたことに伴い、従来の特急系車両のように横引きカーテンだけでは、窓を開けた際に問題が生じるため、普通車、グリーン車とも巻き上げカーテンを併設した。出入台との仕切り扉は、従来車両は、扉幅は 820mm でありながら、引き戸の取っ手の分を引き残すために、実質的な有効開口幅は 700mm で、あったが、 185K の普通車は、戸柱部分に切り欠きを設けて、取っ手部が入り込むことで、実質有効開口幅を 770mm に確保し、乗客の流れが円滑になるようにした。扉自体は、フットマット式スイッチを使用した自動扉であるが、客室扉上部に手動切り替え、ボタンを装備しており、乗務員室のスイッチ装置でも切り替え可能である。 従来の特急車両は普通車の座席に鍵、リクライニングシートを採用していたが、185K は通勤電車としての使い勝手も考慮し、焦げ茶色のモケットを使用した転換クロスシートを、シートピッチ 910mm で配置した。この座席は 117K の座席と同一機構であるが、幅を 30mm 縮小してわずかながら、通路幅を拡大し、 せずりの枕部分を分割型として座り心地やメンテナンス性の改善を図った W-17 型である。グリーン車は赤色のモケットを使用したリクライニングシートでキロ182型に使用されているものと同じ R-27B 型をシートピッチ 1160mm で配置した。クハ 185K、モハ184型。 サロ1 8十五型は、車端部に便所と化粧室を設けた。便所は、FRP 製のユニットとしたが、完全密封タイプとして、便所周りの水が、ユニットの外にこぼれない設計とすることで、腐食防止対策の一環としたが、地上処理施設の関係から、汚物処理装置は準備工事のみであった。二百番台では、つまめんに換気用の小窓が、設けられている。 便所は、登場時はすべては式であったが、後に一部が、洋式に改造されている。伝送品や台車は、基本的に 117K で採用したものをそのまま、踏襲した。主電動機は、出力 120kW の MT54D 型直流直巻電動機を採用して、各電動台車に2機ずつ増加した。主回路制御装置は、 電動化無軸接触機式の制御装置である CES43A 型である。歯車比は17、82で、当時の使用線区は最高速度が時速 110km で高速性能に重点を置いても効果が少なく、通勤時の中密なダイヤに対応するため、加減速性能に余裕を持たせるため、近郊系電車と同様とした。台車は、動力台車が、 DT32H 型、付随台車が TR69K 型で、いずれも 117K で、採用実績のある空気バネ台車である。先頭台車のスノープローは、0番台は団地向けのため省略するが、200番台は装備する。制動装置は、O、荷重装置不発電ブレーキ併用電磁直通空気、ブレーキを採用した。終電装置は、 菱し形の PS16 型をもは185系の全衣車端部に設置した。200番台はバネにカバーを設けた PS16J 型とした。冷房装置は、普通車に通勤時間帯を考慮して、通勤車両と同様の集中式冷房装置で、冷房能力42000キロカロリー、H の AU75C 型を採用し、グリーン車はラッシュ時でも、 定員乗車と考えて、冷房能力2万8000キロカロリー、H の AU71、C 型集中式冷房装置を搭載した。200番台の二次車は普通車の冷房装置を、省エネタイプの AU75G 型に変更した。117K に続いて、新鮮外機取り入れ送風機を採用した。補助電源装置は、国鉄の電車で、 初採用のブラシレス電動発電機で出力199馬の DM106 型をモハ184型に搭載した。電動空気圧縮機は0番台でモハ184型とサハ185系200番台で横系対策の一環でサロ185型にも搭載した。0番台とサロ185系200番台で メガヘルツ113バイト C2000M 型を、モハ184型200番台で、誘導電動機を使用したメガヘルツ3075、AC2000M 型を採用した上で、除湿装置を付加した。例番台は1 5 3系との並結を考慮し、クハ185型は、本来のケ9 6系ジャンパ連結機の他に、ケ64型ジャンパ連結機を2機装備した。 200番台は165系との並結に対応させ、強調系電気箱を165系用に変更した、他、K64 型ジャンパ連結機の線番号を変更した。200番台に施行された横系対策で、前述の点も含めて以下に列記する。1981年1月から順次、田町電車区に配置された。同年3月26日より、 153系の付属編成を置き換える形で運用が開始されたが、特急系車両でありながら初運用は普通列車であった。急行、伊豆は翌々日の同年3月28日から使用された。これらの運用途上では153系と連結して運用されることもあった。同年7月までに霊番台の115両が出揃い、同年10月1日から、 L 特急、踊り子7往復と、朝夕の普通列車10往復で運用が開始されたが、この時点では、特急、天城に使用されていた1 8 3系を、踊り子3往復に運用していた。1 5 3系の運用のうち、普通列車のみの運用は1 1 3系が82両、製造されて置き換えられている。明るいカラーリングにより新鮮なイメージは、 利用客に好印象を与えたが、休校の全敗により、特急に乗らざるを得なくなり、実質的な値上げとする意見に加えて、ピーク時間帯を外れてもに、扉デッキ付き車両の普通列車運用は、遅延を招いていた。1 8 5系が登場した頃はすでに、東海道線でに、扉デッキ付き車両による、通勤輸送は困難であった。 新幹線リレー号高崎線で運用されていた1 6 5系を置き換えるため、1981年末から1 8 5系を63両製造することになった。この時の車両は、置き換えの対象となる1 6 5系の運用を考慮して、対艦対切装備や横系対策が施され、200番台として区分された。200番台は新前橋電車区に配置され、 1982年3月10日から165、系の運用に投入を開始し、急行、赤木で運用を開始、ゾービとともに、急行、湯煙、草津、軽井沢や、普通列車で運用された。この年の8月16日に特急、白根4号5号に200番台が運用されたが、これが200番台で、初の特急運用となった。国鉄は、 東北上越新幹線の建設を進めていたが、上野から大宮までの区間において用地買収が難航したため、1982年春に大宮を起点とする暫定開業を1980年12月に決定していた。この暫定開業時に上野と大宮の間で新幹線連絡専用列車を運行することとなり、 この連絡列車にも1 8 5系を運用することとしたため200番台は49両が追加製造された。会計検査院は東北新幹線が東京まで乗り入れた場合は1 8 5系は余剰となると反対したが新幹線接続という一体感のある新車による輸送サービスは最低限必要で新幹線開通後の1 8 5系は 近距離特急に使用する予定と説明して会計検査院の理解に半年を要した。1982年6月23日の東北新幹線開業と同時に185系200番台を使用した新幹線リレー号の運行が開始され、山彦4往復と青葉6往復が設定されて各列車に接続する運行体制であった。 同年11月15日の上越新幹線開業から新幹線リレー号は28往復に増発され同時に特急谷川白根赤城や一部の普通列車にも運用が開始された普通列車では新越本線高崎軽井沢中軽井沢間の普通運用に投入されて薄い峠を越えたことが特筆されるこの陶器に特急 谷川が石田まで延長運転され、スキー客向けの臨時特急、新設にも1 8 5系200番台が運用された。1983年下記に特急、そよ風のうち51号52号が1 8 5系200番台で運用された。1982年から1983年にかけて、田町電車区の全編成に対して、 循環式汚物処理装置が設置された。1985年3月14日に、東北上越新幹線が上野まで延伸開業して、新幹線リレー号は廃止され、新幹線リレー号に使用されていた1 8 5系は、上野8着の急行の特急格上げに使用されることになった。東北本線、高崎線の特急の内首都圏近郊を、 運行範囲とする特急は、新特急を関する愛称に変更され、高崎線系統で、新特急谷川、新特急草津、新特急赤城、東北本線系統で、新特急ナスノの運行が開始された。余剰となった200番台のうち4編成は新前橋、電車区から、田町電車区へ転属となり、それまで、踊り子の一部に使用されていた183系を、 置き換え、置き換えられた183系は、長野運転所へ転属した。田町電車区へ転属した4編成のうち、1編成は、転属前に、斜めストライプ塗装に変更されたが、その他の3編成は横帯1本の塗装のままで、使用されて、順次例番台と同様の斜めストライプに変更され、踊り子は全列車が185系によって、運行されることになった。 それまで、黒157を使用した、おし列車は、田町電車区の183系が使用されていたが、田町電車区から183系が転出したことに、伴い、185系が黒157と連結して、運用された。1986年1月からスキー専用列車、シュプール号の運行が開始され、田町電車区の185系 B 編成が、シュプール、 上越号に運用された。1986年11月1日のダイヤ改正で着席通勤を目的とした湘南ライナーの運行が開始され、田町電車区の185系が運用されるようになった。湘南ライナーはその後も順次増発された一方で、朝夕の普通列車運用は減少し、夕方、下り列車の運用は、 湘南ライナーに置き換えられて消滅した。1987年秋から、新前橋電車区の185系を使用して、前橋から伊豆急下田まで直通する特急、モントレオ踊り子が、と休日に運行開始されたが、この運用の間合いを利用して、踊り子91号92号にも運用された。新特急。 ナスの新前橋電車区受け持ち時代1988年3月13日のダイヤ改正で新特急ナスののうち4往復が廃止されたことに伴い踊り子増発用に転用され同年3月11日付で7両1編成が新前橋電車区から田町電車区へ転属したこのダイヤ改正から 長野から東京への日帰り滞在時間を1時間50分ほど拡大する目的で設定され、上越新幹線と連絡して、高崎と長野を結ぶ快速列車、新修理名号の運行が開始され、新前橋電車区の185系が運用されることになった。一方、前述のモントレオドリコは1990年冬季の運行を最後に廃止された。 1990年3月10日のダイヤ改正で湘南新宿ライナーの増発が行われて、田町電車区の 185KB 編成が使用された。東北本線の新特急な角が一往復を除いて快速列車に格下げとなり、7両2編成が新前橋電車区から田町電車区へ転属した。残った一往復は新宿発着となり、 タマチ電車区の1 8 5系での運行に変更されている。この年の春に臨時快速列車ホリデー武蔵野が新設されてタマチ電車区の 185KB 編成が運用されたがこの運用の最後に高尾から新宿までの臨時快速列車としても運用された。臨時快速列車ホリデー武蔵野はこの年の秋以降は 富士急行線の川口湖まで運行区間が延長されると同時に 167K に置き換えられた。1990年8月7日に運行された特急、そよ風91号と同年8月12日に運行された特急、そよ風92号は、田町電車区の 185KB 編成によって運行された。この列車で特筆すべき点は、 グリーン車に天皇と三千子皇后が乗車したおし列車でありながら、グリーン車以外は一般客も利用可能な通常の臨時特急という運行形態でやったことが挙げられる。正確な試行日は不明だが、後年黒157型は並結される185、計200番台に合わせた図色に変更されたが、 黒157型との公式本線運転は1993年5月13日を最後に行われていない。田町電車区の185系のうち、B 編成は1989年度に中央東線の強昇トンネルに対応した PS24 型終電装置に、A6 編成は1990年度に PS24 型終電装置に、 C 編成は1990年度に追従性の向上を図った PS21 系終電装置への交換が行われた。2013年度に OM03 編成がシングルアームパンタグラフに変更された。1990年の1月から2月にかけて運行された臨時特急開示191号192号は 多摩地電車区の185系 B 編成が運用された。1991年3月16日のダイヤ改正からは、東海道線の小田原熱海間の普通列車に、多摩地電車区の185系 C 編成が運用された。これは分割併合のない列車としては唯一、付属編成が単独運用される列車であった。一方、同年夏に、 上越新幹線と連絡して運行する臨時普通列車、軽井沢リレーの2号3号に新前橋電車区の1 8 5系が運用された。1992年3月14日のダイヤ改正では、湘南ライナーの一部が2 1 5系に置き換えられた。一方、新特急なスノが、上りのみ一便増発されることになったが、これに合わせて、 ホームライナー小賀も多摩町電車区の185系で運用されるようになった。この年の春の大型連休に八王子、新宿と成田空港を結ぶ臨時特急ウィングが田町電車区の185系 B 編成によって運行されたほか同年秋からは新宿と日光を結ぶ特急日光の運行が開始され157系と同様の ヘッドマークを装着した田町電車区の185系 AB 編成が使用された。1993年1月からは、シュプール、白馬号のうち3号、4号に、田町電車区の185系 B 編成が運用された。新特急、赤木田町所属者1993年の夏からは、高崎地区から日本海側へ向かう海水送り用車のために、 運行された臨時快速列車、大見川の1.2号に、新前橋電車区の185系が運用されるようになり、185系で初めて日本海沿岸を運行する列車となった。同年12月1日のダイヤ改正からは、新宿発着の新特急ホームタウン高崎、新特急赤城が設定され、田町電車区の185系 A 編成が、 使用されるようになった。一方で、東海道線の田町電車区の185系、C 編成が使用されていた普通列車運用は、他の形式への変更や廃止が行われたため、C 編成単独の分割併合のない列車への運用は消滅した。1993年から1994年にかけて、 多摩地電車区の区波185型とサロ185型は、便乗が、様式に変更された。この年のシュプール号では、シュプール、上越号のうち2号3号が、多摩地電車区の 185KB 編成から、グリーン車を外した6両編成で運行されたが、この年から新設された、シュプール草津、万沢新前橋電車区の1 8 5系が、 運用されることになった。この2列車は、大船と新前橋の間を連結して運行する、設定となったが、田町電車区の1 8 5系と新前橋電車区の1 8 5系が連結する運用は、これが初めてである。特別塗装車両、フルフル1994年度は、スキー専用列車、シュプール号の運行開始から10周年を記念して、 特別塗装車両を導入し、新前橋電車区の S201S202 編成と S215S216 編成の2編成が特別塗装車両に選ばれた。特別塗装は、ジョン・シェリーが原画を担当し、列車に乗り込む時から少しでも気分が盛り上がる楽しい列車になることを狙い、 ブルーとホワイトのツートンカラーをベースに動物たちと人間が一緒にスキーを楽しむというイラストが描かれ雪よ、降れ。という願いと冬や雪への気持ちをいっぱい乗せて走る列車という意味を込めてフルフルと命名された。この2編成は1995年1月6日から同年3月27日までグリーン車を外した6両編成で シュプール上越3号2号とシュプール草津万座に限定運用された。シュプール号運行終了後は5月までそのままの色で他社に合わせてフルフル塗装としたグリーン車を組み込んだ7両編成で通常運用に入った。1995年9月から1998年11月にかけて新前橋電車区の200番台に更新工事が行われた。 この工事で普通車の座席を回転式、リクライニングシートに変更して、より特急系らしい設備とし、化粧板の交換や床の塗り床加工、客室ドアをフットマット式からセンサー式へ交換などが施行された。外部塗装デザインは、クリーム色をベースに、工芸散々をモチーフとした黄色、グレー、赤色のブロックパターンを配し 側面にエクスプレス185のロゴが入っている。1999年にグリーン車の座席も交換された。首都圏では1989年以降に土休日のみ運行のホリデー快速が運行されていたが、1995年10月から11月の土休日では初めてホリデー特急が運行された。大船奥多摩間のホリデー特急奥多。 ま、号、奥多摩寿司間の、ホリデー特急鎌倉号、鎌倉高尾間の、ホリデー特急、高尾の3列車が設定され、いずれも田町電車区の185系5両編成が、使用された。ヘッドマークは、特急という文字が入ったものを表示した。同年12月1日のダイヤ改正では、東北新幹線の列車名にナスのが新設されることに伴い、 多摩地電車区の185系を使用していた新特急ナスノはホームタウンとチギ及びおはようとチギに列車名が変更された。1996年に横浜から横浜線経由で中央東線へ直通する臨時特急浜海寺で運用するため多摩地電車区の B3B4B5 編成は京浜東北、根岸線への入線に対応した。 ATC 装置の取り付け改造が行われた。この改造により、街頭編成の区波185型は、定員が4名減少した。EF63 との横系区間での運用1997年9月30日限りで、新越本線の横川軽井沢間は廃止となったが、廃止直前まで高崎と軽井沢を結ぶ、普通列車として185系が運用され、 1 8 5系は定期普通列車では最後に薄い峠を越えた形式となり、その折り返しに設定された臨時回送列車に使用された1 8 5系が最後に薄い峠を越えた旅客車両となった。1 5 3系1 6 5系との連結に対応して設置されていた K64 型ジャンパ連結機は、 0番台はすべて撤去し、二百番台は線受けのみ、残している。転落防止用外幌の設置は、田町電車区の車両は2002年に、新前橋電車区の車両は2004年に行われている。1996年から1999年にかけて、全編成の先頭車前面の列車番号表示器が、LED 式に変更された。 1998年に、田町電車区のサロ185型は、バケットタイプの座席への交換が行われた。1999年から2002年にかけて、田町電車区の185系もリニューアル工事が行われ、普通車の座席が、リクライニングシートに交換されたほか、化粧板の交換などが行われ、普通車の仕切り扉は、マットスイッチ式から、 センサー式に変更された。外部塗装デザインは湘南色をあしらったブロックパターンへ変更された。2004年10月15日限りで高崎線で上り一本だけ残っていた普通列車運用から離脱した。その後、JR 東日本の車両の検査体制の見直しに伴い高崎車両センターに配置されていた1 8 5系は 全車両が2006年3月18日付で、大宮総合車両センターへ転属となった。この転属後、高崎と横川の間に設定されていた、間合い運用の普通列車は185系の運用ではなくなり、以後185系の普通列車は東京7時24分発の伊東行き一本だけとなった。2010年9月、 あがつま線の優等列車の愛称である、クサスが1960年の運行開始から50周年となることを記念し、大宮総合車両センター配置の OM03、編成が80軽電車を模した機械色と、緑2号のツートンカラーに塗装変更された。2011年に特急、踊り子の運転開始30周年記念として、7月14日に、 全般検査を出場した田町車両センター配置の A8 編成が登場当時の斜めストライプ塗装に変更されて登場した。この時点ですでに 157K の塗装に変更という構想はあったが群馬県ディスティネーションキャンペーンの開催などのイベントが相次いだためその余裕はなく実現は2012年に入ってからとなった。キャンペーン終了後に 話題性のある列車設定が発案され、2012年2月29日に大宮総合車両センター OM08 編成が157、K と同様の塗装に変更された上で全般検査から出場して運用開始、3月3日に運行された臨時特急、上州踊り子、天城にも使用された。この年の6月に多町車両センターの C1 編成が、 斜めストライプ塗装に復元され、同年6月23日より運用を開始した。2013年3月16日のダイヤ改正で、摩地車両センターに配置されている車両がすべて、大宮総合車両センターに転属した。これと同時に、改正前から大宮総合車両センターに所属している編成は、グリーン車の連結位置が、 多摩地車両センターに配置されていた車両に合わせて変更されたほか方向転換を実施して車両の向きを揃えた。編成番号は転属後も変更されていない。このダイヤ改正以後 OM 編成と B 編成は共通運用されるようになった。また、朝方に東海道線で残っていた185系の伊東行き普通列車の運用が熱海まで e 2 3 1系に置き換えられ、普通列車運用は、熱海東間に縮小された。同センター東大宮センターとの間の車両の改装ルートに、武蔵野線が使用されるようになったが、上野東京ライン開業後は、同区間を経由して、東大宮センターとの間を改装するようになった。このダイヤ改正の前後から編成の組み替えが頻繁に行われている。 OM 編成は前述の方向転換の他に湘南色となっていた OM03 編成が B 編成と同様の塗装デザインに変更されると同時にグリーン車を抜き取り6両編成となった B 編成では B1 編成を除いて全編成グリーン車が抜き取られ B2 編成は B7 編成からモハ185.184から231のユニットを加えて8両編成となり、B7 編成は4両編成となった。C 編成は、C7 編成が、サハ185の7を抜き取って4両編成となった。サハ185の7は、長野総合車両センターへ、配給改装された後、2013年4月1日付で、廃車となり、 本系列で初の廃車車両となった。B 編成から外されたグリーン車は同年7月24日付、10月9日付の2回に分けて廃車となった。これらの動きは各種団体列車や波動輸送に使用されている同社の183系を置き換えるものと一部雑誌等で報じられており、実際に快速、ムーンライトながらは 元々の 183K に代わり、2013から2014年当期から 185K で運用されるようになった。2014年4月に A8 編成、C1 編成に続いて B7 編成がストライプ塗装に復元された。2012年6月末時点では置き換え予定は未定とアナウンスされていたが、2014年3月15日の ダイヤ改正で高崎線系統の特急が新宿発着の一往復を除いて651系1000番台に置き換えられ7両編成の特急運用が消滅したほか最後まで残っていた伊東線の普通列車運用も消滅したこれを受けて編成単位で廃車が開始され2014年5月13日付で B1 編成が廃車となり グリーン車を組み込んだ B 編成は消滅した。一方、同年8月1日からは、同年度末の開業を控えた上野東京ラインの試運転列車に使用され、8月2日3日の試運転では、OM06 編成の編成の一部を組み込んで重量編成とした、OM07 編成が使用された。 この OM07 編成は編成中4両が2015年5月26日付で廃車となり残る6両も同年6月5日付で廃車になったこの他157系塗装だった OM08 編成は2015年3月にストライプ塗装に変更された当初から大宮配置の OM 編成でこの塗装は初めてとなる一方踊り子は 2013年3月1日付で共同通信社のサイトに掲載された JR 東日本役員のコメントで羽田空港の国際線拡大によって利用者が減少した成田エクスプレスを減便して余剰となる E259 系への置き換えを検討中と報じられていたが E259 系は臨時列車マリンエクスプレス踊り子への投入に止まった その後、2013年9月16日のスポーツ日本では、中央本線に導入される E353 系によって年出される E257 系の転用先として、踊り子などが候補に上がっていると報じられ、2017年4月8日に JR 東日本が185系を E257 系で置き換える方針であることが明らかになった。 浜海寺は発着していた横浜駅京浜東北、根岸線ホームのホームドア設置に伴い2019年1月3日の運転をもって廃止され、本系列の定期運用は、東海道線の特急、踊り子、朝晩の湘南ライナー、おはようライナー新宿、ホームライナー、小田原のみとなった。臨時快速として運用される185系2020年3月14日の ダイヤ改正より踊り声の e 2 5 7系の投入が開始され、翌2021年3月13日のダイヤ改正で全列車が e 2 5 7系に統一された。同ダイヤ改正では特急湘南の新設に伴い湘南ライナー、おはようライナー新宿、ホームライナー小田原が廃止となったため本系列は定期運用を離脱した。これにより、 JR 東日本管内で定期運用される特急系車両は JR 発足後の車両に統一された。なお、JR 東日本は定期運用終了後も臨時列車として185系を運用することを発表している。臨時快速、足利、大藤祭号、鎌倉淵祭号、谷川学山開き号に使用された。 また共同通信社は2022年までに全車両を廃車とすると報じている。下記の編成表では、シュプール号に運用される際に、グリーン車を外した6両編成で運行した事例など、臨時列車に運用する際に行われる。編成変更の詳細は記載しない。例番台はすべて、摩町電車区摩町車両センターに配置されていたが、2013年3月の、 ダイヤ改正で大宮総合車両センターに移籍した。下記の編成表は2013年3月16日時点のものである。十両編成5両編成2013年3月15日までの編成新前橋大宮配置電承配置下記の編成はすべて2013年3月のダイヤ改正で大宮総合車両センターに移籍した。 2013年3月16日以降の編成前、編成、大宮総合車両センター配置。本表では、車両番号、編成番号のみ記述する。ありがとうございます。